はい、ということで始めました、シャカデースチャンネル。いつもご視聴本当にありがとうございます。神と人間のハーフ、その名もシャカデーです。今回なんですけども、人気企画第2回シャカのコミュ力講座。前回はコミュニケーションとは相手が心地よくなる対応という、僕が今も助けられている基本の考えをお伝えしました。第2回は具体的なテクニック伝授に入ると思ったそこのあなた、 No 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 No、 まだなんです。テクニックや技術なんて後からいくらでも学べます。もう少しコミュ力アップの基礎工事を行いますよ。この基礎工事が完成すれば、後でテクニックを学習するときにすごく楽になります。なぜそんなことが言えるかというと、僕が順番を間違ってしまったからです。僕は最初テクニックばかりを勉強しました。それが役に立たなかったわけではないんですけども、基本ですね、この基礎を、土台をしっかり勉強した後だったら、間違いなくテクニックの吸収理解が3倍くらい早かったんだろうなと思います。あなたにはこの順番を間違えないでほしいんです。僕がした失敗をあなたがする必要はありません。では第2回は笑える体です。このテクニック、実は落とせでも使っております。どこで使ってるかはこの動画を見終わって再度落とせの動画を見てみてくださいね。ではちょっと考えてみましょうか。あなたの周りで素敵な笑顔を作れる人を3人思い出してください。では Thinking Time。 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、終了です。どうでしょう、3人いましたか？意外といない人もいれば、すぐ3人出てきた方もいると思います。少なくとも1人はいますよね。その素敵な笑顔を作れる人って、コミュ力高くないですか？例外的に人の発言に全部愛想笑いで対応して、自分のコミュ力のなさを隠す自衛の笑顔パターンもありますが、基本的に素敵な笑顔の方はコミュ力高いですよね。皆さんも知ってる東京ディズニーランドが、アルバイトを採用するときは、よほどの人物ではない限り採用する姿勢らしいんです。ただし、面接で一つだけクリアしなければならない関門があるらしいんです。面接官がこう言います。あなたは笑顔を出すことができますか？面接の時点で笑顔を出すことができない場合は、ゲストに不快な思いをさせてしまう可能性があるので、不採用になるそうです。ディズニーランドで働きたいと思う人はたくさんいますよね。その面接で唯一求められることが、人に笑顔を向けられるかどうか。僕なりに推測すると、仕事に必要な技能や技術は採用してからでも教えられるけど、無表情で人に笑顔を向けられない人を自然な笑顔の出る人に仕込むのは難しいという判断なんじゃないかなと思います。これは僕の先輩ホストの採用担当の人が言ってたんですが、自然な笑顔を出せない人は反応力、いわゆるリアクションも鈍く、人との距離感もつかめなく、お客さんがどうしたら喜ぶかを察する力がないそうです。笑えないイコールコミュ力がない、この方程式が外れることはあまりないとのことです。このディズニーランドの面接や、僕の先輩ホストのたった2つのエピソードを聞くだけで、笑顔の重要性が分かりましたよね。でここから先は、自然な笑顔ができるようになるトレーニングです。では参りましょう。シャカ流自然な笑顔を絶やさない方法、それは自分が楽しいから笑うのではなく、人を不愉快にさせないために笑う。相手を楽しくさせるなんて考えるとハードルが高くなりますので、まず不愉快にさせないために笑顔でいるんです。僕はこれを新人ホスト時代に、お客さんがいるテーブルに着く前に必ず3回唱えてました。そしてお客様が面白い話をしてくれた時に、体全体で笑う、肩も背中も体全体を揺らしながら笑いましょう。笑顔だと文字通り顔で笑うですよね。顔だけで笑おうとすると口角だけを上げる作り笑いになる人が多いです。いわゆる目が笑っていないパターンです。口元だけで笑おうとする手抜き笑顔です。そうではなく、体全体で笑う癖をつけておきましょう。それでは今回のまとめです。楽しいことがあったら笑顔になり、悲しいことがあったら不機嫌になって、暗い顔をするのではなく、人を不愉快にさせないために笑顔でいる。そして笑うときは
全身で笑う。笑顔は無敵です。僕も本当に上手に笑えなかった一人ですからね。でも意識して笑顔でいれるように心がけました。すると大げさではなく人生が変わりました。自然とご機嫌な人が僕の周りにはたくさんになりました。僕の周りは笑顔の達人ばかりです。はい、ということでいかがだったでしょうか。すごいこう皆さんが共感できるような身近なディズニーランドとかのね MS だったりエピソードをね例えで出したんですけども、どうだったでしょうか。きっとねあなたも素敵な笑顔の持ち主になれると思うんで、ぜひ参考にしてください。また私はこう思うよとか実践してみてこうだったよとか質問とかありましたら、ぜひねコメントの方によろしくします。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録ぜひお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もね発信してるんで、ぜひフォローしてください。これからもシャカデスチャンネルをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようならです。シャカディース、シャカリキ、シャカシャカシャカです。シャカディース、お姫様たちよろしく、よろしくディース。シャカリキ、シャカシャカシャカです。シャカディース、あなたと未来仕上げてゆきたい。シャカリキ、シャカシャカシャカです。シャカディース、寝る前いつもよろしく、どうもディース。シャカリキュー、シャカシャカシャカです。あなたと未来仕上げてゆきたい。シャカディース。